今回は、著名人の声で好きな曲を歌ってもらう方法について解説します。今回紹介する方法については、決して悪用しないでくださいね。まずは、YouTube の動画の音声をファイルに落とし込みます。この解説では、ChatGPT にそのためのプログラミングコードを書いてもらいます。お願いする内容は、概要欄のリンク先のページに掲載しておきますので、そちらをご確認ください。 テキストをコピーします。コピーしたテキストを貼り付けます。右側にある紙飛行機のマークをクリックします。しばらく待っていると、このようにプログラミングコードが出来上がりました。画面を上にスクロールします。プログラミングコードが書かれている黒いブロックの右上にあるコピーのマークをクリックします。これで、プログラミングコードをコピーすることができました。今回のプログラミングを実行するためには、 まずは Google コラボの実行環境を用意します。Google コラボはクラウド上でプログラミングを実行することができる Google が提供しているツールです。無料で使用することができ自分のパソコンのスペックに依存せず高速な処理を行うことができるのが大きな利点です。Google アカウントを持っていれば誰でも Google コラボを使用することができます。Google コラボの URL は概要欄に貼っておきますのでそちらをご確認ください。 Google コラボのサイトを表示します。Google コラボのサイトを表示したら、先ほどチャット GPT に書いてもらったプログラミングコードを貼り付けます。このプログラミングコードにある、この部分を削除します。そして、その下にあるコードの左側のスペースを削除します。これで、YouTube の動画の音声をファイルに落とし込むためのプログラミングコードを実行するための準備が整いました。なおこのコードは、 概要欄のリンク先のページに掲載しておきますので、そちらからコピーしてもらっても大丈夫です。コードを入力したら、左側の再生ボタンを押します。そうすると、コードが実行されます。コードの実行には、時間がかかります。このようなメッセージが表示されたら、実行完了です。コードの実行が完了したら、フォルダーのマークをクリックします。そうすると、フォルダーとファイルが一覧表示されます。 一覧の中から、オーディオファイルと書かれているファイルの右側にあるドットをクリックします。表示されたメニューの中から、ダウンロードを選択します。ファイルのダウンロードが開始されます。しばらく待っていると、ダウンロードが完了します。ダウンロードされたファイルの音声は、このような感じです。ちょっと短めになります。あの、いろいろバタバタしてますけども、はい。このように特にメロディーのない、通常の音声です。 ファイルのダウンロードが終わったら、次に Kids AI のサイトを表示します。サイトの URL は概要欄に貼っておきますので、そちらをご確認ください。サイトにアクセスしたら、右上のサインアップをクリックします。次に、画面の左側にあるサインインボタンをクリックします。そうすると、Google アカウントでのサインインを求められるので、Continue with Google のボタンをクリックします。これで、 キッズ AI のサイトにログインすることができました。キッズ AI のサイトにアクセスしたら、左側にあるメニューの中から、Create Voice を選択します。次に、右上にある、New Voice と書かれているボタンをクリックします。ポップアップ画面が表示されるので、ボイスの名前を入力します。次に、Add or Drop Acapella と書かれているボタンをクリックします。ダイアログボックスが表示されるので、 先ほどダウンロードしたファイルを選択します。音声ファイルを設定したら、次にエポックを設定します。エポックは、声のモノマネをするために繰り返す回数のようなものだと考えてください。回数が多ければ多いほど、モノマネが上達する、という風に考えるとわかりやすいです。今回は、200にしておきます。これで設定は完了です。スタートトレーニング、と書かれたボタンをクリックします。 そうすると、AI が声のモノマネを実現するためのトレーニングが開始されます。トレーニングには、4時間から5時間ほどの時間が必要です。もしかすると、6時間以上かかることもあるかもしれません。そのため、この時点で一旦この画面から離れてしまっても問題ありません。トレーニングが完了すると、このような画面になります。それでは早速、作成した音声を使ってみましょう。 ユーズボイスと書かれているボタンをクリックします。このような画面が表示されたら、YouTube と書かれているタブをクリックします。表示されたテキストボックスに、歌わせたい曲の共有リンクを入力します。今回は、この曲の共有リンクを指定してみましょう。共有リンクをコピーします。Kids AI の画面に戻ります。共有リンクを貼り付けます。次に、 アドバンスドカスタムセッティングスの右側にあるプラスのマークをクリックします。表示された設定項目にあるピッチシフトの数値を変更します。今回は女性の声から男性の声に変更するのでマイナス12にしておきます。これで音声を変換するための事前準備は完了です。それでは早速音声を変換してみましょう。コンバートと書かれているボタンをクリックします。 音声の変換には数分程度かかります。音声の変換が完了するとこのような画面になります。それでは変換された音声を確認してみましょう。正しく声が変換されていますね。変換された音声のフルバージョンは概要欄に貼ってあるリンク先のページに掲載しておきますのでそちらをご確認ください。このような流れで 日常会話の音声から歌ってもらえるボイスを生成できるのはすごいですね。いかがだったでしょうか今回の動画がいいなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。このチャンネルでは AI に関する情報や Web のお役立ち情報を発信しています。また現在、プログラミングやプロンプトエンジニアの学習をしている方向けに、現役のエンジニアに質問し放題のサービスを運営しております。 詳細のリンクは概要欄に貼ってありますので、そちらをご確認ください。それではまた別の動画で。